どうも皆様、おはこんこん、大和みつきです。ミューテーション M おまけパートやっていきましょう。さあね、前回の最終回の時にちらっと言ったと思うんですが、バッドエンド見ていきます。そうで、裏でいろいろやってて、なんかここ来るまでにエンディングっていうか、それまでの編集してた時に思ったのがね、アレンとかどこ行ったんだろうっていう。そう、よく考えたらアレンのあの後の消息っていうか出てないんですよ。まあでも謎の女にカスターの話を聞いた時に、あのアパートの写真をもらったのがあったんですけど、覚えてる方もいると思うんですけど、あれがマルガリータタウンで、マルガリータタウンで通れなかったところに行くとアレンの隠れ研究室みたいなところがあって、そこもいろいろ解いてたんですけど、まあアレンのちょっとした過去みたいなものも明らかになったんですけど、それでもねまだ謎が多いんですよ。という、まあ謎を秘めたままではあるんですが、まあ考察も含めてそういうのも裏でやっていくしかないのかなって、完全にこう理解させるような作品ではないというふうに開き直ってちょっとやっていこうと思います。というわけで、まあこのイベントに関してねスキップしようかなと思ったんですけど、まあまあね、ここはまあ飛ばしていただいても構いません。選択肢のところまで。オーシックス、弟を無事に返してほしければ今すぐそれをつけろ。脅しのつもり？あなたたちどこまでも最低。このリングは何？超越次元で発見した物質で作ったもの。力をコントロールするために使用する。結社の使命は異常事態のコントロールだ。覚えているか？なんで私がこんなものをつけてあなたたちにコントロールされなければならないの？理由はちゃんとあったんだよな。オーシックス、お前の特殊能力は超越次元へ行き来できることだ。だがその逆もまたしかり。超越次元に隠された力もまたお前を通じてこの世界へやってくる。ちょっと早巻きでいきます。平常時のお前ならまだ力をコントロールできるだろう。しかし、観測データは示しているんだ。お前の力が日に日に強くなっている。お前が完全にコントロールされるとき損なわれるのは弟だけではないのだ。そのリングを装着しろ。超越次元とお前のつながりを遮断することができる。お前の身に起こっている異常症状も全て消えるだろう。終始冷静でいられるし、N540 も必要なくなる。そのリングが N540 の代替品と考えてもらえればいい。信じられるわけないわ。拒否したらどうする気？弟を早く解放しなさい。オーシックス、もう気づいていると思うが、お前の体にいる殺戮者は超越次元から来ている。その力はお前を取り組もうとしている。お前を完全にコントロールしようとしている。殺戮者とのつながりを遮断しなければ、奴がお前の精神を食い尽くすことになる。お前は自分をコントロールできず、この世界に大きな最悪をもたらすだろう。結社がお前をホッツの家へ送ったのも、愛あふれる大家族の生活の中で、その特殊能力を安定させるためだ。C は結社の意志を裏切り、お前を計画よりも早く覚醒させた。そのリングをつけろ。結社の管理下に置き、ここに留まるのだ。他の案も検討できるだろうが、これが現状最善案、言う通りにするんだ。そう、ここで言う通りにすると、前回投稿したグッドエンドになる。今回は断ります。やだね、結社の言うことなんて信じられるか。こんなものつけるわけがない。誰にも私を止めさせない。あんなデタラメ聞くな。絶対新しい罠だ。そう、ライエンはこう言ってんすよね。調子のいいこと言って。 N540 は姉さんの病気を治せるとか、問題が解決したら望み通りにしてやるとか、今度は首輪までつけさせようとして、こいつらは嘘つきだ。オーシックスが自分を失うとき、でも結局あれなんだよな、結社に最初入った時とか思ったんですけど、アンも割とちょっと制御できなくなってきてるような気はするんですよ、改めて見るとね。俺たちがここに来るまで、散々騙されてきたんだ。自分に降りかかった悲劇を繰り返すつもりか。ああ、そうね。お前たちの犬になるくらいなら、姉さんに自由になってほしい。うわ、コントロールが振動し始めた。姉さんはこんな運命を。ライエン。ん？お、逃げて。待て、撃つな。あ、やばい、これはやばい、スイッチ入っちゃう。
ばいや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 ばい、本当に世界が終わってしまう。貴様たち、やめろやめろ。やっちまったよ。よくやった。あとは、あ、え、あ、私に任せろ。やばいやばいやばい、乗っ取られたもんこれ完全に。まあそうなっちゃうよね。あ、すぐ、わあ、スコープシティ、おわ、ちょ、なんだそれは、そのでっけえのなんだ、うわ、おい、故郷、故郷が、まあ故郷、厳密に言うと故郷じゃないかもしれないけど、第二の故郷が、いやまあそうなっちゃうよね、今思うとこうなるよ、やっぱり。結社のことが正しかったんなら。あ。うわ。おお。ライオンも意外と強いな。まあ、強くないとあんないろいろ渡れないけどさ。なーにこれマジで。これ本当何なんだろうね。これがさっきね、スコープシティを襲ってたけど、これも殺戮者の力の一端なのか。まあ多分そう考えるのが自然でしょうね。うわ、もうリング騎士は全部これを襲いかかってんじゃん。ってことはこれもうマルガリータタウンもダメでしょ。ノクティスも港エリアも。うーわ、だってあの一瞬でこうなったんでしょ。ああ、何あれ、太陽、いや太陽おかしいよな。いた。こうなるのね。なるほど。まあまあそうだよな。結社信じて正しい未来に行ったってわけなんで、拒むとこうなるってわけですよ。でもこういう感じになるんだね。そっか。まあね、ライエン、まあ理由があったとはいえ、ライエン撃たれたらそりゃブチ切れちゃうよねって。で、ブチ切れた結果、殺戮者に体乗っ取られて、スコープシティも結社もさようなら。で、もう殺戮者が、まあ、世界を支配したというか、破壊したというか、そういった感じになっちゃったというエンディングという解釈でいいのかな。なかなかね、ちょっとこういろいろと考えることというか、考察する点が多くて、これって断言はできないんですけど、まあその捉え方で一番良さそうですね。まあ、なんだろう、バッドエンドとは言うけど、このエンドロールだけ見るとバッドエンドっぽくないから、これも、いやこれは正解じゃないよな。どう見ても、まだライエンが生きてるから救いではあるけども、逆に言うとライエンしか生きてない可能性があるんだな。はい、ということで、これでやっぱバッドエンドは終わりってことでいいのかな？ぽいっすね。よし、じゃあ、バッドエンド、今回ちょっと動画短めになりましたが、これでミューテーションは改めて終了とさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。新たなシリーズでもね、いろいろやっていこうと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。以上、大和美月でした。次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。立っちゃった。